よいしょー。なんかあちらは賑やかだな。よいしょ。一応これね、あの人肌ぐらいにはしていただいております。で、改まして辛さは3辛という感じで、こうですね。はい、じゃあいただきます。これ食べたらこっちに積んできますんで、ボーンっつってね、積んできますから。こんな感じか。はい、序盤からわちゃわちゃしております。ただね、人肌っていうのが結構でかいんですよ。おお、すげえ。お、肉とかもやし、あとニラ、あと揚げ、豆腐、いろいろ。しょう、すごい。じゃまずはデフォでいただきます。うまい。初めてだ。うん、海鮮、うん、ホルモンだこれ。うまっ。うん、甘味噌に辛味が入ってるみたいな、甘辛味噌ですねこれ。甘みもある感じだから名古屋なんだ。うん、うまい、うまい。あ、これね、割とガンガンいけるわ。人肌でかいな。そしてうまいぜこれ。なんか激辛をイメージしてたらだいぶ違うな、イメージと。何気にこれ厚揚げがめっちゃいい味出してる。これ油揚げ、うん、これスープ飲んじゃうの。うまいな。鍋一人で食ってなかなかないですけどね。なかなか寂しい。これあれだね、穴開きの網とかあると一番ベストだねこれね。どうしてもスープがこう巻き添え食っちゃうというかそんなことこの墓から出てるのは俺だけ。穴開きのあれが欲しいとか。スープ飲みたいからあれなのにさ。おっと、他のなんか言ってますよ、チームが言ってますよ。一応この火はね、お飾りという形でこれ食べ終わってからお借りします。すいません、ありがとうございます。すごいもうね、神対応しまって、ありがとうございます。うん、肉団子も入ってるし、これ満足度がすげえいい。うん、うまいうまい。これホルモンたまらん。すいません、おかわりお願いします。ありがとうございます。これはもうね、鍋は全然熱くないんでね、ここにボンボン貯めてきますね。よいしょ。あ、ありがとうございます。すいません、しまってごめんなさい。よいしょ、これをここにポンとね。なんか助っ人って声が聞こえてんだけど。あ、ごめんごめん。わちゃわちゃしております。もうこのまま行ってやる、マジで。ダメだこれ。俺めちゃめちゃファイター的な食べ方していいですか。具材で分けるよ俺。
鍋の常識を根底から覆す食べ方しますけど。これがね、多分ね、本気の食い方なんですよ。あっ、具材を集めるだけ集めて、絶対鍋は天敵なのは厚さなので、この厚さをどうにか克服できれば。はい、どうも、いつもマックス鈴木 TV ご視聴いただき誠にありがとうございます。私は本日、こちらですね、赤からさんに来ております。の銀座のお店さんなんですけれども、何をやってるのかと、はい、制限時間45分以内でマックス鈴木は赤からさんのお鍋を何人前食べれるのか、はい、こちらをやっておるでございます。で、基本的に、オーダーが2人前からのオーダーになりますので、基本的なオーダーがね、こちらの通常のルールというか、なので2人前で1鍋にします。で、今回のルールとしては具を全部食べたら OK、 スープは飲まなくていいというルールで、で、全部トータルで3辛にしております。こちらはですね、赤辛さんおすすめの辛さを、実は社長さんがおすすめしていた辛さが3辛なんで、3辛でやっておりますんで、はい。で、温度は正直もうはっきり言っちゃいますけど、気持ちぬるめにやってもらってます。で、どれだけ杯数稼げるかって感じなんですけれども、なんとですね、僕が、チャレンジしてる別の部屋でなんか誰かがやってるんですよね、なんか同じようなことを。なので、そちらの詳細に関しましては概要欄に貼らせていただきますので、飛んでみてはいかがでしょうかという感じでございます。それでは、激アツとまではいかないけど、赤から鍋、制限時間40分、何、制限時間45分、頑張って、初でございます。スープもこっちに入れますね。これひたすら繰り返す感じ。もう一ついただいてもいいですか。すいません。暑いな。うまいんだけどな。まずはおかわりください。お願いします。よいしょ。はい、始まりました。でも3杯目か2杯目か。はい、改めましてよろしくお願いします。マックス鈴木でございます。本日はですね、赤から、名古屋発祥の赤からさんですね、赤から銀座店さんで、名古屋名物赤から鍋というものを、制限時間45分でどれだけ食べれるのかという検証食いの大食いチャレンジ動画になっております。はい。で、まず詳細なんですけれども、こちらが、赤から鍋、一番デフォルトのメニューですね、代表的な赤からさんのメニューなんですけれども、これがオーダーがね、一鍋2人前からオーダーできるんですよ。1人前じゃなく、なので2人前を一鍋という形にしております。で、具材がね、つくねだったりもやしだったりとか、まあいろいろ豚肉だったりホルモンとか、油揚げとかいっぱい入ってるんですけども、美味しかった。で、辛さを3辛にしました。これ一応途中でね申し上げてるんですけれど、別の部屋で
ちょっと僕がこれを取らせていただくにあたり、ちょっと対決したいと。ただ、一人じゃ無理だから複数人でっていうので、別の部屋で複数人の方が、同じように、一鍋二人前のやつを何杯食べれるのか45分でってやってますので、概要欄にね、貼らせていただいてますので、貼らせていただきますので、ぜひ飛んでみてください。結構盛り上がってました。で、僕の方はというとですね、これも、2杯目からは、かなり効率のいい食べ方をしているというか、僕なりに効率がいいなという最適解がこれだなっていう感じ。まず、それ、おのおのに具材を分けてる。油が油揚げとか、もやし豚肉とか、あとつくね、ホルモンとか、っていう風に分けて食べてる感じになってますね。で、まあ、ただこれをひたすら繰り返すだけなんですけれども、これまず何があれって、厚さなんですよ。ある程度、まあ、3辛でそこそこ、ちょっとピリ辛ぐらいで、ぬるめにね、特別にちょっとオーダーさせていただいて、まあ、このコンロは半分飾りなんですけれども、この見てるやつは火つけてないんでこれね。なんですけどね、ぬるめなんですけど、最初の一杯はぬるかったんですけど、まあ熱い。びっくりするぐらい熱い。だし、やっぱりこの、暑さでも限界チャレンジの時っていうのはやっぱスピードある程度出さなきゃいけないと。そういう時にどうなるかっていうと、いつも以上にこの水ないしお茶、冷たい飲み物が、ポイントになってくるんですけれども、比較的に比較的鍋ってこう流動性のあるものなので、そんなにこうなんていうんですかね、普段だったらゆっくり食べてる分にはそんなにお茶とかつかないんですけど、やっぱこれ ガブガブ使っちゃうで、結構暑いとはいえ、冷たいものを一緒にやると入れやすいんですね。だから結構グーっていっぱい入れられるんですけど、早い時間で。だけど、大食いというか早食い的に何が起こってるかっていうと、やっぱ人にもよるんですけど、基本的にはやっぱりゆっくり食べる方が胃袋はやっぱ広がりやすいので、急激な負荷がかかるんですね。まあ分かりやすく言うと、60分のカレー10キロチャレンジやるのか、ネイサンズの10分勝負してるのかみたいな感覚の違いというか、やっぱり短時間勝負っていうのは急激に胃に負荷がかかるので、ものすごいきついんですよ。だから、例えば10キロの胃の容量あっても、3キロぐらいでめちゃめちゃ満腹感に襲われたりとか、っていうことがあり得ます。っていうのが、まあちょっとだけ起きてる感じっていうのかな。これに関してはそのような感覚を受けました。なんで、まあ45分走り切るのは結構、こう正直しんどかったなっていうのがありますね。あとまあひたすらこういうの繰り返していくだけなんで、まあ感覚的にはもう大食いようにかなり近かったです。これはもちろんそのコンディションモチベーションとか事前のこの気合とかもいろいろあるんですけれど、その引いてもなんかちょっとやっぱ感覚的には近かったかな。ちょっと似てましたね。これはだから全然その大食いようの、例えばじゃあ2020年の時の比べて胃の仕上がりできてるかできてないかというと、全くと言って俺できてないんですけれど、その時比べると。ただね、ちょっとまあ、匂わせなんですけれども、いえ、これやめとこう。やっぱやめとこう。はい、やめときまーす。はい、今で6鍋目か。最初はね、辛さとかもあまり感じなかったんですけどもね、ちょっとだけやっぱね、辛さ蓄積という言葉があるように、徐々に感じ始めてはいる。で、これ今更なんですけれど、この、なんていうの、この、小鉢、なんていうの、この、受け皿、取り皿。これなんか言い方あるよね、これ。これに残った汁は、はけた鍋に入れてますね。本当だったらね、この麺だったり、米だったりで雑炊やるのがマジうまいと思うんですよ。絶対。ごめん。本当にチャレンジってなるとこうなってしまう。本当ここは申し訳ない。ただね、すごいね、ちょっとお伝えしたいのが、この赤からさん全面協力のもとにこの企画が成り立っております。でね、本当になんかね、なんか忖度するわけじゃないですけど、マジ神対応しがった赤からの皆様。いろんな方、それこそ今回ちょっと、まあ、別の方のチャンネルで、赤からのね、社長さんも出られてるんですよ。なんですけれど、その皆さん、こうね、なんかこう、神対応というかね、優しくしていただいてというか、なんかすごい気持ちのいいお店さんだなというのを、なんか、どの目線から言ったんだよ、お前ってなっちゃうと思うんですけど、本当ごめんなさい。ただね、個人としてすごく感じました、それは。っていう感じだったかな。今が7鍋目か。これで8鍋目か。86キョロキョログラム級みたいな。俺でも最近それに近い感じになってるな。なんか自覚あるわ。でもぼちぼち終わりなんですけれど、これ早送りしてるからちょっとね、分かりづらいと思うんですけど、俺かなり限界来てます。本当に。もうすぐこのアフレコというか早回し終わるので、そこからはもう見ていただければと思うんですけれど、本当にマジの限界やってるんで、ぶっちゃけこの後、30分以上ね、口聞けないレベルでしんどかったです。そんな感じでした。失礼します。
45分走り抜けた結果1,2,3,4,5,6,7,8 で9なんだけど、これ一皿分残ってます。なので8鍋とこれ残りっていうのが僕の45分の赤からさんでの、3からぬるめの限界でございました。以上でした。ありがとうございました。腹パン、はい、はい、というわけで残りを今からいただきたい。Don't really care what you think, what you think, what you think.